セラピストの皆さんこんにちは一休のひらめき代表丸山香織と申します昨年セラピーワールド東京2022お越しいただきました皆様そして素晴らしいお時間を共有していただいたこととってもありがたく嬉しく思っておりますこの場を借りまして改めてお礼を申し上げますありがとうございましたえそして えー、大変ね嬉しいことに満員御礼をいただきましたのでこうして本年もまたお招き預かり皆さんにお目にかかることかなとこととても嬉しく思っておりますこちらも感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございますそのようなわけで本年は睡眠によりアプローチした熟眠ヘッドケア参加所ということでブレインタッチの椅子とベッド 両方の施術を六十分でぎっしと詰めて、お伝えしていく、そんな内容をお届けしてまいります。そうですね、睡眠については、特にメジャーリーガーの大谷さんが。うん、まあ、睡眠僕とってもね、重視してるんですっていうことを。はっきりと公言してくださったので。より一般の方々にも。そっか、昼のベストパフォーマンスはや。 睡眠が重要なんだっていうことをですねまあ、改めて知らしめてくださったそんな1年間だったのではないかと思っております、まあ、皆様の大切なお客様とかクライアント様がですねすっきり目覚めるね、ぐっすり寝るまあ、そういった毎日を送ってもらえたら、まあ、こんなに嬉しいことはないと思うんですセラピストとして 皆さんが今されている素晴らしいスキル技術を持ってより一層さらにそれにねワンオプションを入れていただく形でヘッドケア熟眠ヘッドケアの技術スキルそして知恵を持ち帰っていただければ、まあ、これほどですねぜひですね、えー、皆さんの豊かなセラピスト生活の一助となりますこと お助けがもしできるのだったらさせていただきたいそんな気持ちでおりますそれでは10月6日金曜日ですね椅子ベッド両方のブレインタッチヘッドケア熟眠編心より皆様のお越しをお待ち申し上げておりますありがとうございます